文化財研究について大学と博物館が連携する協定が今日奈良市内で結ばれました。連携協定を結んだのは奈良市にある奈良大学と奈良国立博物館です。協定では大学と博物館の人材交流のほか、博物館の学芸員など次の世代を育てるために博物館が場所と機会を提供することなどが盛り込まれています。また国立博物館が文化財の調査用に持つ大型の CT スキャンと奈良大学が持つフルカラーで打ち出せる 3D プリンターなど、それぞれが持っている調査用の機器などを共同で利用することにしています。